ドジャースの大谷翔平投手、30、が20日、日本時間21日、本拠でのロッキーズ戦に、1番 DH で先発出場。大リーグ史上初の50本塁打 &50 盗塁達成から一夜明け、第3打席で一時逆転となる52号ツーランを放つと第2、4打席でも安打を放ち、2試合連続で1試合3安打の大暴れを見せた。大谷は1盗塁も決めており、 シーズンで本塁打と盗塁を同一試合でマークするのは14度目となり、1986年のリッキー・ヘンダーソンの13度を抜いてメジャー史上初の快挙となった。2位のパドレスがサヨナラ勝利を収めたため、地区優勝マジックは一つ減って5とした。4対3で迎えた7回の 1C1 塁の打席。4玉目に1塁走者のエドマンが2投を決めると、 大谷はチェンジアップに泳がされながらも一塁線へ弾き返すと俊足を飛ばして内野アンダを勝ち取ったさらに一三塁とすると自打者ベッツの初球に二投に成功今季52盗塁を決め52から52を達成したこれで盗塁は驚異の29連続成功これでこの日を含めて残り9試合で54から54ペースとした 大谷が第1打席に入ると、サプライズが待っていた。ドジャースナインがベンチ前に出て大谷に拍手を送ると、監修もスタンディングオーベーションで前夜の開挙を祝福。大谷もヘルメットを取って歓声に応えた。打席では大きな MVP コールが送られたが、第1打席は左腕フリーランドの前に空振り三振に終わった。大谷が第2打席でファンの声援にバットで応えた。 第2打席は3回西走者から中前だ。フルカウントと追い込まれたが、左腕フリーランドの低めのスライダーを中前に運んだ。マイアミの興奮をロサンゼルスのファンにも届けた。1対2の5回西2塁で迎えた第3打席。フルカウントから見送ればボール玉の胸元の速球を勝ち上げると、110.1マイル。 約177.1キロで飛び出した打球は中堅左への423フィート、約128.9メートル地点で着弾。大谷らしい豪快弾に本拠犯は大興奮で歓喜の声を上げ、ベッツは自打者席で驚きの表情を浮かべるほどの当たりだった。大爆発した前夜からの勢いそのままにまたも大谷が躍動した。 前日に日本選手初の6アンダー &3 本塁打、9段新の10打点、2盗塁の歴史的猛打で、50から50、51から51を達成。一夜明けた本拠での試合でも鮮やかな盗塁を決め、ファンを熱狂させた。快挙達成とともに大谷にとっては自身初のポストシーズン進出も決定。前日のミーティングでは、勝ち続けよう。 と3年連続の地区優勝へ大号令マジック5となった歓喜の瞬間へ一歩一歩前進している